滋賀県は琵琶湖の近くに小さな王将がありまして、どれくらい小さいかというと、炒め物をしている店主と料理を運ぶ男性の方が常に触れ合っているかいないかといった具合であります。そんな小さな王将でも注文が入ったらマイクで威勢よく男性の声が響き渡ります。肩が触れ合うかという店主との距離ですから、注文は地声でも十分すぎるくらい聞こえるはずなんですが、そこは天下の王将、マイクなしで注文を通すなんて野暮なことはしやせん。いいがーこうてーそうはーえんざーきーこうてーいなー